わらわこそ、全イリュージョンでの美しさの頂点ニフェルマリル様が来てあげたわよ。わらわと共に戦えることを、光栄に思いなさい。美しさは正義。今日のわらわも、相変わらず美しい。 おはよう。ご機嫌いかがいい夜ね。わらわがいるから、そなたの世界がそんなに輝いてるのよ。このニフェル様をこんなに待たせるなんてね。なんだか、わらわのそばにいる人間だという自覚が足りないみたい。その態度、わらわ自らが強制してあげるわ。 美しければ何をしても許されるのよ。今日もそなたは、わらわの魅力から逃れられないわ。人々に光を授けた神に感謝。ショッピングにでも出かけないと、この神の恵みがもったいないわよ。灰色の空なんて目障りよ。どうやら、 わらわを癒せるのはショッピングだけみたいね。そなたのカートはどこ念のため、空にしておいてあげる。今日は雨が降りそうね。傘を持って出れば、わらわに傘を差して、雨の中を一緒にお散歩するチャンスを与えるわ。早起きね。美容のためじゃなきゃ、こんな時間に起きないわよ。 気持ちは美貌に影響するのよ。常にいい気分になるようにするのが大事。だから一緒にお昼にしましょう。そなたが必要なの。パリッとした服に着替えておしゃれしてよね。今日の午後は仕事だろうとパーティーだろうと付き合ってもらうんだから。見なさい。空ですら。 こうして色あせる。でも、わらわの美しさは、永遠に続くのよ。うーん、うぅ、ん。徹夜は女性の大敵ね。でも、無理をしてでも、やはりそなたが寝た後に寝るわ。さあ、わらわの美しさを心に刻みなさい。 そして今から行動して、わらわにそなたのかっこいいところを見せる時間よ。ハートンちゃんわらわは,はショッピングに行きたくて、もうじっとしてられないわコネクターへのボーナスは、主に不死鳥財団からなのよ。わらわに感謝しなさいね。メールをチェックしなさい。わらわの目の前で開封してよね。 まさか、わらわに見せられないものでもあるのわらわこそ、全イリュージョンでの美しさの頂点。うーん、いい感じよ。美しさは正義なの。見た目がいい人は、何を言っても許されるんだから。権力富そんなもの、わらわが欲しいといえば、 すぐに誰かが喜んで捧げてくれるわ。そなたもそう思うでしょ運命って、すでに決められているものだと思っていたわ。でも、そなたとの出会いは、想定外なのかもしれないわね。これから、わらわをどうやって楽しませてくれるのか、とっても期待しているわ。<laughs> 光栄に思 この世界には、なぜわらわのような完璧な美しさを誇るものが存在しているのかしらわらわは、そなたが思い浮かべる女神そのものなんじゃないこの世界には、もうわらわが気を止めるようなものなど存在しないと思っていたけど、そなたと一緒にいて、やっとわかったわ。このつまらない世の中にも。 まだ本心を打ち明けられるような絆を持てる人間がいたのね。人は高みに登るほど、その地位を盤石にするためにさらに欲しがるの。富、権力欲望、そして、愛すらも。以前のわらわは、万人に愛されている時だけは、寂しくないと感じていたわ。でも今は、 心の底から好きになった人がいれば、その人がほんの少し、少しだけの愛をくれるだけで、満ち足りてしまうの。頂点に立つ者が、こんな気持ちになってしまうなんてね。だから、そなた。わらわに、ほんの少しの愛を、与えてくれないお帰りなさい。 わらわの美しさに従いなさい。ふっ。わらわと戦えることを光栄に思いなさい。ふっ。自ら災いを招いているかもしれないわよ。わらわって、美しいでしょあ <laughs> 勝利の女神は、美しいものに微笑むのよ。また、眠ってしまうのかしら。